はい、ということで今日も映画趣味なシュウさんとたくさんね動画撮っていこうと思うんですけど、はい、今日はねキス我慢選手権していこうかなと思っていてやっぱね僕やっぱビジネスゲイをねずっと疑われてしまうんですよ。で、まあ、前回の動画では生着替え動画を撮ったんですけどやっぱ興奮しないですよね。だけどねキスをね強要されたらさすがにこれ興奮するんじゃないかなと思いついちゃったんですよ。キス我慢選手権やりましょうって言ったらね急にガム噛み始めました。心配です。ガチじゃないですか。ガチで本気でいこうと思います。する気満々じゃないですか。はい、します。します。どっちが我慢してるの。させます。はい、もうねしようとしてるんですよシュウさんは。しますってか、そう、僕が我慢する側なんでね今回は。じゃあね第1回キス我慢選手権開催します。イエーイ。はい、じゃあシュウさん、かかってきなさい。任してください。はい。絶対チューします。うん。じゃあ。する気でいるもん、いるもんね。チューするんです、今日。うん。だから我慢でガム噛んでも。おー、ゾッとする。おー、すごい。おー、おー、おい、ついてんだろ、それ。おい。ついてんだろ。うわー。鳥肌立つな、これ。うわ、鳥肌立つな。まあまあまあ。ついてんじゃないのこれ。ついてんじゃないの。ついてんじゃないのこれ。ついてんじゃないこれ。おい。緊張すんな。物理的にもこういう刺激与えてく相乗効果。相乗効果。おい、ほんといじってんじゃん。ほんとにいじってんじゃないこれ。やめなさい、ほんとに汗かいてきたでしょ。これ、普通の男の子の一撃だな、これ。まあ、あ、当たってんじゃないか、これ。何が当たってんの、これ。何が当たってんの。口じゃないんですか、これ。おーい。おい、鳥肌立つな。もっと来い、もっと来い。うん、鼻息を。おい、ダメ、乳首ダメ。お、書いてくる、書いてくる、書いてくる。こんなのされたことない。何その手触り。こうやってやってんのに、普段普段プライベートもこうやってやってんの。もしかしたら、もしかしたら。おー、うん、うん、ダメ。こうそわそわそわってする。すごく痒くなってくる。痒くないのに。あぶね。全然ダメですか。はい、じゃあねちょっとシチュエーション変えて、僕寝っ転がります。寝っ転がって手を後ろにして、もう本当にね無防備、もう抵抗できないような状況にして、でそして襲ってもらいましょう。はい、はい、これで俺がゲイかどうかっての本当にわかるから。よし、行くぞ。誰に負けません。どっちだ。おい、そっち大丈夫かよ。チューしませんか。冗談じゃねえよ、ふざけんな。あ、なんか変な咀嚼音を聞こえる。咀嚼音が。うん、ダメダメ。いや、弱そう。うん、ちょっと。どうだ。もうキスがないよね。何の我慢だよこれ。これもうキス我慢選手権じゃないでしょもうこれ。すべてどこにキスするとか聞いてないんだよ。そうだね。なんだ、同じ。最初を使っちゃっていいですか。はい、よいしょ。おーい、ちょっと重いかも。重くないよ。おーい、これは何ですか。
あーだい。うーん。うまかった。注意しろって言ってくる。なんでしてくれない。早くここに頭置いてください。動いちゃダメ。ダメです。動かしちゃダメ。やる。やる。絶対やる。一回だけ注意してくださいよ。しょうがないな。絶対やらない。ダメだ、負けた。負けた、私負けました。これ俺にキス我慢選手権で勝とうなんだ。男になって出直してこい。すいませんでした。まだやるの、まだやるの、まだやるの。やばい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 、ダメダメダメ、うわっ、まだやるの、やだ、チューしないのに、うわっ痛い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 よ、痛いか、ざけんだよ。いや俺にキス我慢選手権でキスさせようなんてもう100万年早いんだよ。あ、俺グラップリングって言ってるんだろ。グラップリングで俺勝とうと思ってるのか。俺言うこと聞けよ。ただもう100万年が注意しようよ。やだ、もうなんだよ。これ本当に1回だけ注意したい。1回だけちょっと注意。いやもうやめろ。もうどいてくれどいてくれ。もう我慢の限界だ。あー疲れた。よいしょ、これでみんな上がったかな。俺が1位だっていうことが。全然興奮しないし、もう汗ガンガンよ。もうこんなに注意しようとしてできなかったの人生初めてでした。初めてでしょ。はい。だけどね、キューさんにゲーム送ったらもしかしたらやれるかもしれない。待ってます。本若でね、ちゃんと顔写真付きで、あと年齢をね、はい、みんな教えていただけたらね、返信しやすいのでお願いします。前回400件来てるから。はい。DM、はい、だから本当にね、大人気なんで、本当に夢のあるね、会えるセクシー女優さんなんで、はい、ぜひ皆さんよろしく。じゃあ今日は何の動画だよこれ。はい、キス我慢第1回キス我慢選手権、勝者は高瀬くんでした。はい、じゃあ第2回またいつかね、また一回でやるかもしれないんで、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあバイバイ。